スマートフォン、スマートフォンは先進的な携帯機器 OS を備えた携帯電話の一種。略称はスマホ。一般的には2000年代後半までに普及していた従来型の高機能携帯電話、フィーチャーフォンと比べてよりスマートでより PC に近いものをスマートフォンという従来型の高機能携帯電話にハンドヘルドコンピューター、 スマートフォンが登場する前の世界で一般的に使われていた携帯型パソコンの携帯の一つの機能を取り込んでいる。スマートフォンという用語に対する明確な定義はないとする説もある。通話しかできなかった1980年代から1990年代の携帯電話に対して1990年代年代後半から2000年代にかけて普及していた フィーチャーフォンは SMS 機能やインターネット閲覧機能を備えるな、十分に高機能だったが、メールやカレンダーなどの基本アプリ以外には使えるアプリが少なく、インターネットも限定的にしか見られなかった。フィーチャーフォン時代は OS がハードウェアと一体化されており、また基本アプリも OS と一体化されており、スマホのようにアプリを自由にダウンロードしたり消したり、 バージョンアップしたできなかったのである。一方、2010年代に普及しているスマートフォンはインターネットを自由に使え、またアプリも自由にダウンロードしたり消したり、バージョンアップすることができ、OS をバージョンアップすることもできる。また Wi-Fi 機能も使えるものが一般的である。2010年代中盤以降のスマホでは高速通信、LTE 機能や AI を使った 音声認識によるバーチャルアシスント機能を備えるものも多い。OS は Apple 社の iPhone で使われている iOS とその他のほとんどの製品で使われている Google 社の Android が一般的だが他にもあり、また各携帯電話会社で Android を独自にカスタマイズた OS もある。スマホの画面が大きいものはタブレットという。 スマートフォンとタブレットの中間くらいの大きさのものはファブレットという。スマホ、タブレット、スマートウォッチなど2010年代以降に一般的に使われるようになったネット接続機能や電子決済機能などを持つスマートなデバイスのことをスマートデバイスとい。世界でのスマートフォンの普及率は2013年にフィーチャーフォンの普及率を上回った。 日本でも2013年にスマホがフィーチャーンの普及率を上回り、2016年のスマホの普及率は前年代で71.3%、特に20代では96.8%に達するなど、スマホは2010年代において最も一般的な携帯電話の携帯である。概要の通り明確な分類方法がない状態で分類されている。 例えばグループの au と kddi でスマートフォンに関する定義の見解が異なる。シェアは世界的に見るとアンドロイドが圧倒的に大きい。なお世界ではアンドロイドが圧倒的となっているが日本では2014年時点 iOS が過半数で iOS とアンドロイドの二強状態である。1993年に Apple が 米国内でニュートンを発売した際、このデバイスは PDA、携帯情報端末と称された。この言葉、概念が一般化したのは1996年にバームが発売したのヒット以降である。この時点では端末に通信機能は付与されていなかった。1994年に IBM が開発した IBM サイモンは、携帯電話と PDA を統合した端末で、 操作は主にタッチスクリーンで行い、内部メモリにサードパーティー製のアプリケーションをダウンロードし動作させることも可能という現代のスマートフォンに近い端末であった。1996年に Nokia が発表したは、閉じた状態では縦長ストレート型携帯電話だが、クラムシェル、折りたたみ型筐体を開けば64200ピクセル画面。 およびクワーティキーボードが現れる構成であった。日本ではパイオニアが1996年に全画面液晶表示の携帯電話端末 DP-211、翌年に DP-211SW を発売している。メモスケジュールゲームメールなどを扱う日本の元祖スマートフォン PDA とも言える端末であったが日本は各社がよりコンパクトかつ使いやすい普通の 携帯電話端末の開発を進め、ユーザーをまたそれを求めた、つまり、全画面液晶、タッチパネル操作による、情報端末に対する技術と市場が、まだ熟成していなかっために、他社で追随するものは、現れず、パイオニアもこの市場ニーズに合わせる形となり、機能を高めていった DP、DP-212、JPLA1。 JPELA2 の後の同社成功契機である JPELA32000 年は当時の一般的な携帯電話端末の形式に高機能を押し込んだものとなってしまった。かつ JPELA3 のマイナーチェンジ版である JPELA3E をもってパイオニアは携帯電話端末 PDA から撤退した。これらの携帯電話と PDA を統合したビジネス向け情報端末が スマートフォンの講師であるとされる。しかし当時は、スマートフォンという言葉はまだ存在せず、電話ができる PDA や、電話回線利用して通信できる PDA などと呼ばれていた。それは、とても高機能で、すごい携帯電話などと認識され、一般大衆の市場が求め扱う、類のものではなかった。なお IBM や Nokia、ok、では PDA ではなく、コミュニケーターと称していた。 スマートフォンの創生期における重要な年が1999年である。この年、日本では NTT ドコモにより i モードがサービスインしている。そして同年カナダではリサーチインモーションがブラックベリー、ブラックベリーを発売した。これは発売当初は電子メールの使えるキーボード付きポケットベルトでも言うべ、もので現在では ピム機能のグループウェアとのセキュアなリモート連携、プッシュ型電子メール、音声通話機能やインターネット上のウェブサイトの閲覧、さらに機種によっては、マイクロソフトのオフィスアプリケーションファイルや PDF の閲覧、編集機能も備えたスマートフォンに変貌を遂げている。ブラックベリーは主に法人向けであり、2004年頃から米国のビジネスマンを中心に普及し、 スマートフォンの米国でのトップシェアを誇っている。2006年には NTT ドコモが専用サーバーとのセットでブラックベリー 8707H を法人向けに国内販売を開始した。2008年にはポップ IMAP メールや G メール等 Web メールのプッシュ型電子メールに対応した個人向けサービスブラックベリーインターネットサービスを開始し、2010年には i モードメールのメールアドレスにも対応させるべく、ブラックベリー用の SP モードが提供されている。海外において、2000年、エリクソンはタッチスクリーン採用のシンビアン、スマートフォンであるを発売し、ノキアはタッチスクリーン採用ののシンビアン、スマートフォンを発売した。2002年、ソニーエリクソンは R380 の後継として、 ソフトウェアプラットフォームにタッチパネルベースのユックを採用するを発売した。ユック向けのソフトウェア開発に必要なユック SDK は Web 経由で無料に提供されたため、非公認アプリの開発が盛んとなった。2011年に Google がモトローラモビリティを買収し、モジュラー携帯電話に関連する特許を取得した。これによって、モジュール組み立て式スマートフォン、コードネーム、 プロジェクトラの開発が始まった。プロジェクトアラはディスプレイと金属フレームのベースパーツにユーザー好みのモジュールを組み合わせてスマートフォンを自作できるプラットフォームである。これによってセルラー通信モジュールをなくした最小構成の場合は50ドルからと安価な値段を実現している。これらは2015年に市場への投入を予定している。 2017年世界のスマートフォンの出荷台数が初めて減少した。現在スマートフォンと呼べるもの、または自称しているものは商品展開において影響をお互いに与えていることが少なくない。それまで独自の手書き入力、グラフィティをキーワードにしてきたハンドスプリングは2002年1月に通話機能標準装備の PDA として初めてトレオシリーズを発売したが、 初代となるトレオ 180? 無印には小型クアーティキーボードを搭載した。これは前日のブラックベリーの影響である。ちなみに、グラフィティ仕様のトレオ 180g も発売したが、後に収束した。そのブラックベリーは、同年末以降に、音声通話に対応した。これは、トレオシリーズあるいはその前身である、バイザシリーズの通話オプションアタッチメントハード。 バイセフォーギア2001年12月にヒップタップという名前で発表され2002年10月にサイドキックとして発売された通話可能製品の影響がある。サイドキックは2002年1月の見本紙、インターナショナル CES では音声通信ができるブラックベリーという捉えられ方で歓迎された。しかし US200 ドルを下回る。 低価格製品であり、カメラ機能は DDI ポケットが自社 PHS 用に発売していた、トレバというオプションハードとそっくりの外付けオプションだった。日本国内においてはすでに1999年9月に携帯電話 VP-210 が内蔵カメラを搭載しており、その後各社、各キャリアが追随していったため、その目で見るとスマートフォンなるものとして見劣りする。 イメージング機能をスマートフォンの要素と考えるなら2002年に欧州のボーダフォンへ対してノーキアがノキア7650イメージングフォンを出荷した時期が現代的なスマートフォンのスタートだと捉えることも可能だろう。同じ2002年の12月には作業 SCP-5300 が米国内では初めてとなる。 カメラ内蔵型携帯電話として発売されている。そしてこれらの状況を受けて、米国で好調だったトレオシリーズが2003年、トレオ600でカメラ機能を初めて内蔵し、VGA 撮影可能なカメラと通話を及びメッセージングが可能な携帯電話、そしてクワーティキーボード搭載の PDA 機能を集約したデバイスとして登場している。その2002年、サイドキックの 発売元である T-Mobile USA は OS としてポケット PC4 エディションを搭載した携帯電話を US549.99 ドルで発売している。2002年時点では米国市場の受け取り方はまだ PDA であるポーコトプックに通話機能がついたというものだった。しかしその流れを組む Windows モバイルベースの W03 などは ユーザーインターフェースとファイルシステムにおいて、PC との親和性から2007年から現在まで、一つの大きな製品群となっている。パームデバイスを先祖に持つトレオも、今では、Windows モバイルのデバイスである。またパームデバイスの製造を受け負っていた、台湾のメーカー HTC も、スマートフォン、ポケット PC のメーカーとして躍進一しい。2009年。 Windows モバイル6.5を発表端末がリリースされた。これまであまり変化のなかった待ち受け画面であるトゥデイ画面が刷新され、チタニウムという完成スクロール、大型アイコン、透明コントロールを用いた斬新なものになった。これはランチャーとしての機能とガジェットの機能を組み合わせたもので他のプラットフォームには見られない特徴があったが、一般的には この変化は付け焼き場的な改良という受け取り方をされていた。その他、ハニカム構造のスタートメニュー、大型化された標準メニューコントロールなど、フィンガーフレンドリーにしようという意図が見られ、静電容量タイプのタッチパネルにも対応し、端末も発売された。2007年、アップルが米国で iPhone、iPhone を発売した。MacOS 1から派生した iPhoneOS。 現 i OS を搭載し、マルチタスク非対応 OS4X 以降は、制限付きで対応、アプリケーションのインストールは公式サイトのアップ、ストア経由のみなどの制限が課され、従来のスマートフォンとは一線を画した、日本の高機能携帯電話に近い仕様が特徴である。2008年7月11日になって、第三世代携帯電話に対応の iPhone 3G が日本でもソフトバンクモバイルから発売された。発売3日間で全世界で iPhone 3G 本体100万台の売り上げ、800本以上のソフトのリリース、1000万本の iPhone 用ソフトのダウンロードを達成など、発売当初から注目を集め、日本のスマートフォン市場を拡大させた。2011年10月14日、発売開始の iPhone4S からは、 KDDI、沖縄セルラー電話連合、各、au ブランド、2013年9月20日発売開始の iPhone 五 s iPhone 五 c からは NTT ドコモも参入した。アンドロイドは、Google のアンドロイドオープンソースプロジェクト、OSP を中心として開発されたプラットフォームである。サードパーティでは、Open Handset Alliance、Open Handset Alliance を中心として開発が、 進められている。オハには、KDDI や、NTT ドコモ、クアルコム、インテル、モトローラ、HTC といった、携帯電話関連の企業が名を連ねている。Google が中心となっているため、Google のアプリケーションが、中心のスマートフォン OS で、Gmail、Google カレンダー、YouTube 等の Google のサービスが利用可能である。また、Android スタジオを使って、Windows でも、 Mac でも簡単にアプリケーションの開発ができ、ア p プックアプリケーションファイルを読み込んで、a Android スマートフォンへのアプリケーションのインストールが可能である。また Google Play、旧 Android マーケットといわれるアプリケーションのポータルも立ち上がっている。Android を搭載した端末は Google Nexus をはじめとして様々なメーカーから発売している。2008年には米国で、 Android OS を搭載した T モバイル G1 が発売され、2009年7月10日には日本でも NTT ドコモから HT-03A という Android 搭載スマートフォンが発売され、注目を集めた。2010年4月に NTT ドコモから SO-0HB が発売され、その後ドコモからは SH-10B、ソフトバンクモバイルからは ソフトバンクベックスレイロック h t AU からは、イズレイチなどが順次リリースされた。2010年代前半にシェアを伸ばし、スマートフォン市場の過半数を占めるまでに成長。市場は、Android と iOS の二強による、過剰状態となった。Android をベースとしたカスタムロムは、あらゆるサードパーティーから多数出ている。中にはそのカスタムロムを標準 OS として搭載し、 出荷される端末もある。主なカスタムロムは以下となる。2010年に入り、米マイクロソフトから Windows Phone 7が発表され、同年9月にリリースされた。これまでの Windows モバイルとは異なり、アプリケーションのインストールはマーカットプレイス化に限られる。Windows Phone を搭載した主力シリーズは、マイクロソフトルミア旧ノキア Q ミアである。 また、Windows Phone 7は、Microsoft のサンスクリーン、PC、TV、モバイル戦略の一環で重要な位置を占めており、新しい開発環境では、PC、Xbox、Windows Phone で、共通のプログラムが動く。これも、他陣営には見られない特徴である。2012年に発表された Windows Phone 8は、 同年の年末商戦で北米などの主要市場、日本を除くで本格的に売り出され、ノキアのなどは一定の成功を収めた。しかしプラットフォームのシェアでは、Android や iOS に大きく差をつけられ、Windows モバイル時代よりも減少している。開発環境は Web、HTML ベースとなっている。グローバル市場では、HTG や RIM、パームやノキア。 かつてはサムスン電子などが多数機種が一定の市場を形成していた。シンビアン OS や Windows モバイルフォ4スマートフォンなど専用の OS も作られていたこともあり、他にもパーム o s や Windows モバイル l e 4ポケット PC など PDA 用 OS を一部改良し搭載された機種も存在した。さらにスマートフォン向けに作られたアプリケーションソフトも多提供されていた。 tda-os を搭載した場合、それまでに作られたアプリケーションソフトが利用できるという利点があったためでもある。2018年現在、米調査会社ストラテジー・アナリティクスによる2018年、第2四半期の世界のスマートフォンの企業別シェアは、従前に今日であったサムスン、アップルが大きくシェアを減らし、代わってファーウェイ、シャオミ、 オッポと中国メーカーの台頭が顕著に見られた。出荷台数全体では前年同期比1.8%の縮小が見られ、成熟市場に移行しつつあることが鮮明になった。IT 市場調査会社ガートナーが発表したデータによると、Android と iOS 以外のプラットフォームは2017年12月時点で0.1%に過ぎない。 米 Google は2015年前半にも世界初となるモジュール型スマートフォンプロジェクトアラを発売予定である。これはタイル型のデザインで各部がモジュール化されている。最小構成の場合で価格は50ドルを目指すとしている。新興メーカーの台頭も盛んである。インドのマイケロマックス、インドネシアのマイトマビール、フィリピンのチェリーモバイル。 アフリカ市場におけるミエフワンなどのメーカーが出てきた。特にマイケロマックスは、巨大市場であるインドにおいて、2013年、第2市販機のシェアを22%に伸ばすなど、首位はサムスンではあるものの数値を落とし、マイケロマックスとカーベンの勢力拡大が目立つ。同社の調べによると、同期のインドでのスマートフォンシェア率順位は、1位、サムスン2位、マイケロマックス3位。 カーベン4位、ノキア5位ソニーモバイト、地元メーカーが強い。ベトナムで、地場企業が、スマートフォンの生産を拡大する。ファーウェイをはじめとする、中国メーカーの成長が著しく、アップルに、陰りが見られる。米調査会社ストラテジーアナリティックスが2018年8月1日に、発表した第2四半期、4から6月の世界でのメーカー別スマートフォンの、 出荷台数に関する調査結果によると、ファーウェイとオッポの伸びが顕著で、2010年の統計開始以来、初めて、ファーウェイは、世界、第2位のスマートフォンメーカーに浮上した。携帯基地局の世界シェアについては、ファーウェイがトップである。具体的なランキングは、基地局を参照。日本では1990年代以前に、東芝、デニオや京セラ、ダタスコープ、 ガタスコープ4ドコモ、パナソニック、ピノキオといった PDA 的要素を付加した携帯電話、PHS はいくつか発売さたが普及は進まず、むしろ一般の携帯電話、フィーチャーフォンの高機能化を受け入れるユーザー層の増加が目立った。しかし、3G、第3世代携帯電話の普及に伴って日本国外で生まれたカテゴリーである。 スマートフォンを日本語化して発売することが可能になり、2004年には、ボーダフォン日本法人、ゲンソフトバンクモバイルから、ノキア、ボーダフォン700 NK が、2005年には NTT、ドコモから、モトローラ、フォーマ M1000 が発売された。また同じく2005年に、シャープとウィルコムが、Windows モバイル5.04ポーコトブックを搭載した、日本独自開発の W03 シリーズを出すなどの動きがあり、この頃日本でも本格的なスマートフォンが普及する兆しが出始めた。日本国外製の 3G 対応のスマートフォンを個人輸入するユーザーもいた。日本では携帯機器に特化したユーザーインターフェースを持った iPhone の登場によってビジネスマンやマニア層以外の一般の人々にスマートフォンが徐々に受け入れられるようになった。 後発の iPhone に追い抜かれた形となった Windows モバイル陣営は新たに Windows Phone プラットフォームを立ち上げ、マルチタッチを活かしたインターフェースを搭載するなど、これに追随する動きを見せている。また、Android 陣営も Windows モバイル陣営と同様の動きを見せている。日本では2009年以前ではキャリアが提供している携帯電話向けの Web やメールのサービス、 i モードやイスウェブ、Yahoo 携帯との相性が悪く、キャリアから、携帯電話用ドメインのメールアドレスが提供されない、場合、スパムメール対策に携帯電話用ドメイン以外からの、電子メールを、メールフィルターでブロックしている人にメールを送する、場合は除外設定をしてもらうなどの対応をしてもらう、必要がある。またキャリア側が何らかの対策を行わない場合、PC 等からの接続を許可していない、 携帯電話向けウェブサイトを閲覧できな場合も存在する。そのため、マニア向けなガジェットに止まっていた。特に携帯電話におけるプッシュ配信型のメールサービスと既存の PC 同様の POP3 や iMap をベースとしたスマートフォンメール機能の使い勝手の違いは大きい。これはスマートフォンが電話付きの超小型 PC であり、携帯電話とは似て非なるものであることに原因している。 pc から公式サイトや一部の買ってサイトにアクセスすることはできない。また、ユーザーサイドでもスマートフォンを活用できずに従来からの日本型高機能携帯電話に戻ってしまったり、ネットブックとデータ通信の組み合わせに移るユーザーもいた。2010年の後半からは SP モードなどスマートフォンでのプッシュ型のキャリアメール対応やファリサやワンセグ、赤外線、 緊急地震速報のように日本型高機能携帯電話の要素を取り入れたスマートフォンが日本のメーカーから次々と発表されている。このようなフィーチャーフォンの機能を持つ機種をガラケーのようなスマートフォンとしてガラスマと呼ぶことがある。この場合、タイン語としてそのような機能を搭載していない機種をグローバルスマートフォン、グロスマと呼ぶ。また、操作性の向上や フィーチャーフォン利用者のスマートフォン移行促進を目として一部アクオスフォーム IS11SH 及び IS14SH007SH など及びインフォーバー C01 などのように天気を備えたガラパゴスケータのような形状をしたスマートフォンソフトバンクでは2つ折りタイプの 007SH をスマートフォンと携帯でスマ系ケと故障が登場したが動作の不安定さや フィーチャーフォンで支持されていた電池持ちの良さが損なわれるなどして支持は伸びず、短命に終わっている。2011年上半期には携帯電話新規販売台数の約半数がスマートフォンとなり、2012年にはさらに伸びて約75%を占めるに至る。しかし2013から2014年には2年連続で出荷台数が減少に転じ、特に14年は フィーチャーフォンがわずかながら7年ぶりの増加を見せるなど、逆転現象まで生じている。これは、フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が鈍化したことや、スマートフォン利用者の機能、性能に対する満足度が高まり、買い替えの頻度が落ちたことなどが原因とみられる。多くの通信帯域を利用する、スマートフォンの急速な普及により、携帯電話回線の電波帯域不足が問題となっている。 各通信事業者は、当面は、無線 LAN へのオフロード、携帯電話のデータ通信を無ンを介して、公開線に迂回させるでしのぎ、LTE やモバイル YMAX といった、電波効率の良い次世代の通信方式への展開を、急ぐ考えである。インプレス R&D の調査によると、2012年10月現在、日本のスマートフォン普及率は39.9%で、 5ヶ月で10%普及率が上昇している。端末の開発をスマートフォンにシフトした国内メーカーだが、シェアはアップルとサムスン電子の2強が半分を占め、残りのシェアを奪い合うこととなり、部品確保に苦戦している。高い工作精度が必要な部品については、日本メーカーの使用率が高いが、半導体チップはベイクアルコムが独占している。供給はアップルと サムスン電子が優先されるため、周回遅れで市場参入した日本メーカーは販売台数を絞らざるを得ない状況となっている。各キャリアも人気のある端末をリリースすることが事業戦略に関わるため、以前のように国内メーカーと密な関係を続けられず、人気の高い海外製スマートフォンを主力商品としている。 スマートフォンの利用に伴って、インターネット依存症、いじめ、見知らぬ者との出会い、生活の乱れの要因ともなりやすいため、各地域によって未成年への利用制限が進められている。2014年4月には、愛知県刈谷市の全21校の小中学校で21時以降は、利用禁止にする呼びかけを行った。2014年8月には、福岡県春日市でも同様で、 22時以降は禁止となった。BR 未成年が利用するにあたってこの問題をカバーするために未成年が利用することを前提としたスマートフォンもある。代表的なものはドコモがスマートフォン4ジュニアとして提供する SH-0F と SH-05E ポラロイドによって開発されたポラスマ。玩具メーカーのメガハウスによって開発されたフェアリシアなどがある。 2年縛り、実質0円、高額な料金システム、独自規制をかけた仕様など、日本の通信キャリアに共通する問題点は、日本における携帯電話ビジネスモデルにおける問題点を参照。iPhone や Android などのスマートフォンは、ソフトウェア開発キットが公開されており、開発者が自由にアプリアプリを開発、配布できるようになっている。 iPhone の場合、開発者は Apple デベロッパーコネクションに加入する必要があり、さらにアプリケーションの公開時には Apple の審査を受ける必要がある。Apple の審査に通らないアプリケーションは公開できない。JL ブレイクにより否認可のアプリが導入可能になるが、それを行った場合は保証対象外となる。Windows Phone 7においても、 ソフトウェアのインストール元は Windows Phone Margate Place のみに制限されており、開発者は Windows Phone Margate Place への登録と審査を経る必要がある。ブラックベリーや Android、Windows Mobile 6.5以前ではアプリケーションマーケット以外のアプリケーションもインストール可能だが、アプリケーションの配布を効率的に行うために、 Android の Google Play やブラックベリーのブラックベリー、AppWorld のように OS 提供元が中心となったアプリケーション公開用プラットフォームが存在する。Google Play と App Store はアプリ売り上げの8割がゲームとなっている。マイクロフォン端子、USB 端子、Bluetooth、NFC、近距離無線通信などによりスマートフォンと連携できるハードウェアが販売されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。